ありがとう。リモアンドの、服部大輝です。お願いします。でもなんか美容師的な話は全然しないですよね。まあそうだね、そんなに。たまにね。たまにですね、流れで。はい、蒙古タンメンとか行きましたね。あ、行ったね懐かしいね僕がハイライトをしたくて、でもなんかもうその時ハイライトの神様だったんで。あ、ハイライト、そうだ、最初カラーだったもんね。そうです、そうです。鬼カラーだ。そう、ロングもすごい多かったんでね。ロングのハイライトでやっていきたくて。思い出してきたね。それを最もやってる人が大輝さんだったんですよ、多分。僕の会社の中で。懐かしい、思い出してきた。で、大輝さんに会いたいってなって、昴生さんに紹介してって言って紹介してもらって。懐かしいね。あ、思い出してきた。僕がグイグイ見た目よりかはこうまっすぐで、ただ単にも美容が好きだなっていう、もう印象しかない。まあ、あんまりこうプライベートで遊ぶってことはなかったんで、まあ、でも本当にそういう印象ですかね。あ、最初は本当にインスタ上の人物みたいな感じでしたね。架空の？架空のフォロワーがめっちゃいて、お客さんめっちゃいて、一個のジャンルに特化してる美容師さんってその頃今ほどいなかったんで、その中でハイライトを僕は押そうとしてた時に、もうハイライトといえばもう服部大輝さんみたいな。彼はまだ若いんで、まあやっぱすごいなって思いますけどね。じゃあ僕がその同じ年の時何やってたかなっていうと、まあまだただ単に美容をやってたって感じなんで、僕よりはるかに前を行ってるじゃないかなって普通に思うんで、まあ後輩ですけど、やっぱリスペクトできる人かなっていう思いますね。まあ大変な1年だったっていうのはありますね気づいたらもう終わってました。確かに、本当に確かにそうですね。人にいい影響しか与えないせっかち長っ長っ青いメラメラって感じですバーナー系炙り男子炙り男子ですね。でここの量が今すごい増えてるから、めっちゃ増えました。スタイリストの常住葵です。なんか怖そうに見えるんですけど、めっちゃ優しくて朗らかで、考え方とか行動力とか全部シンプルに最短距離で成功していくところ。トップスタイリストの三井です。とにかくストイックなやつですね。で、まあ本当に突っ走ってくれるような、まあ、新しいことを次々とやって、まあ、本当にそれについていけば、まあ、僕らも間違いないなっていうのをもう背中で見せてくれるようなやつです。そっち方面でちょっと見えておいてください。ログの斉藤です。よろしくお願いします。多分みんなが見てる天童じゃなくて、なんかただの天童というか、あの天ぷらで揚げる前の天童を見てたから、わ、可愛い子だなと思って、まあ彼の先輩で下田くんっていうのがいたんですけど、まあ、下田くんと天童くんは二人ともなんかずっと見てて、でなんかまあ半年ぐらい経った時に、なんかいきなり天ぷらになってたよねびっくりしちゃった。いろんな衣がついてますね。そう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 。なんか僕がベレーザに働いてる時に1週間もいないぐらい一瞬ベレーザで働いてたんですよ。そうですね。ですよね。で僕その時デビューしたてぐらいでお客さん全然いなくて、でいきなりなんかこうとんでもない化け物級のお客さんめっちゃいるスタイリストみたいなのを初めて生で見た人でしたね、多分。まあ見た目じゃあなんかハイライト入ってて髪長くて自分ではいかついって言うけど、なんかそんなにいかつさもなければ、あのストリートすぎるわけでもないし、言葉も丁寧だし、
なんか意外と無というか、あのどこでも触れるキャンパスみたいなやつだなって思ってたな。なんかだからなんかもっと逆になんか信頼できる先輩だけじゃなくて、ちょっと嫌な嫌な先輩っていうか、別にあこの人俺何とも思ってないんだろうなとか、あ思ってないんだけどなみたいな先輩に対してもガーって言ってみると、天道って絶対みんなに好かれるはずだから、もっと学ぶことがあるのかなって思ったりする。天道って今なんか似てる感じの周りの人が多いじゃない。そうですね、イエーイみたいなだけじゃなくて、もっとなんかいろんな方面を見てみると、天道はまあ唯一俺がなんか上から言えるのは、なんかそういう見方をしてみると天道はまた変わってくるのかなって最近思うな。でも僕が初めて見たカリスマ美容師です。ありがとうございます。で俺 パパって言ってほしかった。パパあれですね、猫ちゃんですね猫みたいだよね、天道って、ね、どうすか。なんかすり寄ってくるタイミングがすっごいうまい。俺が、あ、天道話聞いてよって思ってきた時、なんかあるんですかみたいな感じ猫ちゃんって感じですかね。オニキス表参道代表の高瀬です。オニキス表参道代表の智也です。天道の最初のイメージはヤンキーヤンキー来た。そうですよ。何個離れてる今日？4つ3つか、まあ、3つぐらいだからな。そんなにめっちゃ離れてるわけじゃないけど、可愛げはあんまなかったかも正直で話すとすごい下から来るタイプのこうやったから、すごい仲良くなれたかな、唯一後輩で。最初覚えてます、あの昴生さんが呼んでくれて焼肉を食べたんですよね。あの車中の正気もいたから、はいはい、時に昴生さんに呼ばれていた時に天がいて、その時本当上京した3日とか、3日とかの家ない状態の時そんな時あったっけ焼肉の帰りに写真撮りましょうよって言って、あ思い出した、そう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 ないんですけど、その日があってその印象深い。これ僕上京した初日ですわ。なんかちょっとみんなと違うというか、他の後輩の子たちはまあ確かになってほしい、なんかこうなってほしいとかってあるんですけど、天道の場合なってほしいというか、いつなるやろなぐらいの感じ。なんかそれがどのぐらいのタイミングでいくのかなぐらい、その自分が目指しているものに対して、独立するとか、まあ、するっていうのは多分正直まあ通り道ぐらいな感じだと思うよな、天道の中で。ただただ独立するんですよぐらいじゃ多分俺も多分あんまりそんな話す内容ないねんけど、そこに対してその今あるその後輩たちをこう見据えてる天道やから、なんかこうもっともっと奥行きがあるやろなっていうのは最近感じるから、うん、どっちか寄りの人が多い気がする。インスタだけ頑張ってたりって言っても、うん、多分技術ちょっとおろそかな人もいたり、まあ、昔ながらずっと技術だけいてあんまり SNS 上が上手じゃなかったりっていうのがある中、多分2つのバロメーターをちゃんとそれぞれ極めようとして、できっとこれが今でもかなり高い水準である気がするけど、これが5年後とかには多分もっと高い部分になって、多分いろんな美容師から見ても天童さんで両方できるみたいな。兄貴ですね、でもまあそうやろな、兄貴ですね兄貴2ですね僕の上京のきっかけと、僕が上京したてのところを支えてくれたのと、で今でも支えてくれてるところと、身近にいてくれてるところとっていう意味ではもう本当に2人がいないと今の僕は 100% ないんで、兄貴しかないです。僕はなんか探求心の塊みたいなイメージ、そこがあるから全部やっていくんだろうし、うん、って感じが一番するか。分かった、竜巻かな抽象的なトルネードか、トルネードなんか何もない時は何もないね、ほんまに、うん、その巻き込むというか、もう飯食ってる時ってもう無やん、ね、俺だって話してるけど、けどこう花なんかこう美容の話になって仕事の話になった時のその周りをこう巻き込む力はかなりあるかなと、うん、いつも。
ただいま。オープン。今26なんですけど上京して3年ぐらいなんですよ僕って。でなんかずっと東京にいる人とか新卒から東京で働いてる人の方が多分東京の方がことを詳しいし、なんかおしゃれにこうおしゃれなものに関わってきた年数も多分長いだろうし、僕東京に来るまではそんなにおしゃれなものをそこまで知らなかったんですけど、でそこで勝てる方法って多分スピードしかなくて、ハイスピードにいろんなものにこう携わっていかないとその差を縮められなくて、だからその差を縮めるためにはもう行動していくしかないというか、だから行動力があるっていうよりは行動していく以外に勝てる方法がないというかっていう感じなんですよね。自分では僕アイデア結構浮かんでくるタイプって思ってるんですけど、アイデアが浮かぶ人って結構いると思うんです実際で。なんか何かにおいて成功した人とか結果を出した人をがいたとして、まあこの人はすごいじゃないですか。でその人を見た誰かっていうのは、俺も考えてたよとか、俺もこれ3年前から考えてたんだよねって自慢げに話すけど、その差って行動した人か行動してない人かなんですよね。行動せずに考えてたんだよねっていうのは全然言い訳にもなってないというか、なんじゃそりゃみたいな、知らねえよっていう話で、ただそれを周りに話したか話してないかは知らないけど、実際行動を移した人が結果を出してお金も稼いだりとか、まあ人に尊敬される存在になってたりとか、結局人に評価されるのって行動したかどうかであって、考えてたかどうかとか全然どうでもいいんで、だから僕は行動し続けるし、そうですね、立ち止まるのはいつでもできるけど、突き進むのって思い浮かんだその時しか多分突き進めないんで、僕は行くっすねって感じですかね。若いんでまだまだ9月に独立して自分の会社で美容院をやっていくんですけど、まあありがたいことについていきたいって言ってくれるスタッフも、まあ、何人かいて、だから彼ら、だから自分が幸せになるっていうよりは彼らを幸せにするっていうのがこれからの自分の目標というかになっていくかなと思うんで、だから自分だけ幸せで、例えば自分だけすげえ億万長者になって、でついてきてくれる子がお金なかったとしたら、例えば来月ハワイ行こうよみたいな、みんなで1ヶ月ぐらいハワイに行っちゃおうよみたいな思った時に、みんなの分を僕が出すじゃないですか。それは全然いいんですけど、みんな多分心から楽しめないんですよね。おごってもらったみたいな、遠慮しちゃうみたいな感じになっちゃうから、なんか僕の手下みたいになってしまうから、そうじゃなくてみんながしっかり稼いで、あえてそこは割り勘で、誰も気が引けないとかにならないみたいな、全部全員自分のお金で行ってるから、やりたいことやって心から全員楽しめるっていう旅行ができたりとか、買い物ができたりとか、美味しいご飯を行ったりとか、なんか僕が連れていくっていうのは全然簡単なことなんだけど、じゃなくてみんな稼いでみんな自分のお金で行くから楽しいみたいなことも多分あるから、大事な人を稼がせる環境を作るみたいなのが僕の目標かなって感じですね。チャンスがある会社というか、そんな感じですかね。年功序列とか全くないし、なんか僕自身が入社した時に、まあ、こんな言い方するとすごい怒られるかもしれないけど、うるさいおっさんなんかすげえ多くて、お客さんはいるけど なんか古いっていうか、うるせえこのおっさんみたいな人がすげえ多かったから、そうなりたくねえなみたいな感じで、だから自分が
こんな会社だったらいいなって思う会社を作ってるみたいな。だから例えば1年生から6年生まで小学校で図工のコンテストがあったとして、1年生2年生は選ばれないと、で5、6年生は絶対選ばれるみたいになったら、自分が1年生の時選ばれなくて悔しくて、6年生になって選ばれても多分嬉しくないんですよね。だって俺6年生だもんみたいな感じになっちゃうから、だったらもう6年生にも悔しい思いしてもらって、1年生にもこうチャンスを感じてもらってみたいな、そんな感覚ですかね。なんか僕が言ったら、僕多分超生意気だったんですよ昔から。で23ぐらいの時にトップスタイリストになった時に、まあそれなりにちょっと結果が出て売り上げも上がって、周りの目がすごい変わって、あ、売り上げで人を見るんだなってすげえ思って、まあ自分の評価が上がった分嬉しい反面、なんかがっかりしたというか、なんじゃそりゃみたいな、人間性ってあんま見られてないのかって思ったから、なんかそういうのって何なんだろうなって思って、多分結果ってすごい大事だけど、そのプロセスをちゃんと見てあげて、プロセスありきの評価を俺はしてほしかったから、それをしてあげれる環境を作りたいし、そういう考えをしてくれる人が自分の下にいれば、さらに下ももっともっと良くなっていくかなと思うから、なんか美容業界ってすげえこう格差社会というか、いつまでもおっさんらが偉いみたいなところが多いと思うんで、まあ美容業界というか日本人の働き方ってそうじゃないですか割と。で海外は本当スキルがあるやつが上がっていくみたいな。なんか日本ってぶっちゃけ海外の真似ばっかしてると思うんですよ、いろんなものに英語を使ったりとか、アメリカがこうだから日本もこう、なのに働き方だけは日本独自のなんかそういう古臭い感じでずっと言ってるから、なんか別にそんだけ海外の真似するならそこも海外の真似すればいいんじゃないみたいな、そこを変なプライドで日本のしきたりを変に守ってるから、いつまでも海外の真似をするしかないんじゃないって思っちゃうんですよ。日本が真似される風になんないと、それをもっとお偉いさん方がやってくれればもっといいし、僕ら美容師がちょっとでもそういう流れを作れたら、なんか美容師の業界を変えたいとか別にどうでもいいんですけど、なんか日本を変えたいですね。なんか働き方とか価値観とか、そういうのを変えていきたいなって思いますね。